はい、マイクローゼットマーケット、次はジャケット類の紹介です。M65 です。サイズ M です。新品の時から私着てるんですけど、まあその輸入業者のとこから譲ってもらったんですけど、最初にねちょっとストーシュかかってたんで、ちょっとこう紺も薄めな感じですね。で、新品から着てるんで痛みもそんなないですけど、これ今裏地なしですけど、特別ライニングもつけて提供します。黒のキルティングのライニングで、アメリカ製のライニング持ってるんですけど、まあちょっとこのボタンの位置がね、あの M65 用のライニングなんだけど、アルファのにちょっと合わないから、ボタンの位置をちょっと動かす必要がありますが、ライナー付きでお得でお届けしようと思います。はい、次はですね、グリーンの M65 です。アルファの民生品と違って、こう、アルミのジッパーがついてます。ここもね、袖口もこう、マチが取ってあるような昔のスタイルですね。これは中古で買いました。20代の頃かな、中古で買って、ずっと眠ってたものですね。で、やっぱこれもね、ライニングをつけてお届けします。ライニングアメリカ製、まあ本体もアメリカ製ですけど、メーカー違いでちょっとやっぱね、ボタンの位置を付け替える必要があるかなって感じですね。損傷として、このウエストドローコード右側のところの入り口がちょっと裂けちゃってるんで、紐が入んないようにプレートつけて、はい、紐を押さえてる点がちょっと損傷と言えますかね。まあでもそんなに着るのには問題ない感じですね。いや、ここのところちょっとね、何度片付けてみたら M65 が何枚も何枚も出てきたんで、まあそれもあってこんなマーケットの着想になったって感じです。グリーンの M65 です。さあ、次々出てくるマイクローゼットマーケットのアイテム、今回はリーのストームライダーです。サイズ36ぐらいですかね。ちょっと僕だんだん窮屈になってきてしまいました。こういう T シャツとかの上に着てる分にはいいんですけどね。まあ何枚かやっぱ使ってるのあるんで、これを売りに出すような感じです。なんどっか破けてたり、ボタンがねこう取れたりとかしてるところはないんですけど、難点といえばちょっと背中の色だけちょっと焼け気味ですね。日に当たってたんでしょうか。うん、色も薄めですけど、リーって結構薄めの方がかっこいいのかなっていう風なところもあるんで、おすすめです。裏地も穴とか開いてないですね。さあ、次は僕の大好きなスターターのジャケットです。アメリカ製です。これはね、 NCAA 大学カレッジリーグのノートルダムのサテン刺繍が入っております。サイズ S です。裏地真っ黄色。この辺にちょっと薄汚れがあったり、背中のにこのジャージですね、ニットのあたりがちょっと汚れあるかなっていうところなんですけど、まあ洗ったりクリーニングすれば落ちる、綺麗になるとは思います。これ新品だと思ってアメリカから来てみたら、これはちょっと着た感じがあるなっていうので、ずっと家で眠ってたような感じですかね。自分で着てもいいかなと思ってたんですけど、あんまり登場する機会がなかったんで今回出品です。さあ、引き続きもう一回スターターのジャケット、ミネソタですね。 NCAA カレッジリーグのミネソタのロゴが入ってます。これね、サイズ L です。アメリカ製 L、 僕にはちょっと大きいんですけど、昔の80年代の寸法なんで、今のアメリカの L っていうほどびっくりするほど大きくはない感じなんですけど、まあ僕にとってはねちょっと大きいんですけど、これもやっぱアメリカから手配してみたらちょっと中古であったっていうことと、背中見てください。珍しいんですけど、
この大学の柔道部のだったんですね。柔道って書いてあって、ちょっと販売に躊躇した部分もあって、ずっと眠ってました。難点として、ここだっかな。ちょっとね、ここの縫いの外れがあって、穴は開いてないんですけど、まあ直してあげた方がいいかなっていう点が、右肩の後ろにあるぐらいですかね。まあ一応新品ではなくちょっと着ている中古です。中古のスターターっていうのも売ろうかなと思っていくつか詰めたりとかして、結局やっぱ新品のものばっか売ってたんですが、まあこんなもの掘り起こしたんで、出品です。はい。まあこういったですね、自分で着ようかなと言って持ってたけど結局なかなか着る機会がない。なんていうのがもったいないですし、じゃあそれをフリーマーケット感覚で売ろうという着想から発展して派生したこのコーナーです。まだまだいろいろ出していく予定なんで、楽しみに見ててください。よろしくお願いします。